どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はですね、約1年ぶりにゲーム環境紹介動画を撮ろうかなと思います。 Apex を始めて、 Apex から僕のことを知ったよっていう方も最近多いと思うので、改めてゲーム環境紹介をねしたいなと思います。大きくは変わってないんですけど、まあ新しくデバイス関連がちょっと追加されたりしたので、まあその追加されたデバイスをメインに紹介しつつ、まあ以前紹介したの結構軽く流しながら、新しい2021年のゲーム環境紹介をしたいなと思います。僕の今のゲーミング環境はこんな感じになってます。こちらエルガドのWave 3っていうマイクですね。オーディオインターフェースとかが特に必要なくても、本当 USB を挿すだけで使えるマイクになってます。ダイヤルをひねって、マイクと出力の調整だけも全部手元でできます。上をこうタッチするだけでミュートすることができるので、こういうふうに今ミュート状態になってると、赤色になってますね。次にキーライトですね。一応2台推奨らしいです。で、2台とも連携することができます。ストリームデックで調整したりとか、あとスマホのアプリで明るさだったり電源のオンオフがね調整できるようになってます。まず最初にスマホね調整できるんで、ちょっとそれをお見せしたいと思います。右オン、左もオフで、もう一回つけて温度調整、色合いとかもですね、こうやって変えたりとか暗くしたりアプリで簡単にできます。これめちゃくちゃ便利ですね。感じになってます。はい、次はこちらのストリームデックですね。今紹介したエルガトの、マイクだったりとかキーライトですね、パソコンの、アプリ関連を全部ここで操作できます。で、例えば、Wave 3だったら音量調整だったりマイクのオンオフだったりとかをここでできるようになります。で、さっき紹介したキーライトも全部ここでね、操作できるんですけど、微調整だけじゃなくて、ワンタッチで 50% の明るさに一気にね、調整してくれたりっていうキー割り当てもここでできます。僕がよく使ってるのは、なんか動画の録画のオンオフだったりとか、あと、サイト立ち上げるときにここでポチッと押したりとか、あと、配信中の BGM のオンオフとかもここでね、なんかそういうキー割り当ては僕を使ってるんですけど、配信者じゃなくても、例えばこう編集したりとか、パソコンで作業する人は、すごいね、便利だと思いますね。次、オーディオ関連いきましょう。ヘッドセットですね。アストロの A40 ですね。こちら、もう何回も動画で紹介しているんですけども、ちょっと非販売品なんですけど、ラッシュゲーミングのね、ロゴが入っております。こちらもアストロさんからいただきました。ヘッドセットスタンド。こういう風にね、立てかけられるんですけど、残念ながらこちらも非販売品となっております。で、イヤホンはもう何回も聞かれてるんですけども、アストロの A03 を使ってます。これは無線のタイプですね。以前これ単体で紹介したんで、詳しく知りたい方は、概要欄にでもリンクを貼っておくので、そちらご覧になってください。こちらの A40 の無線タイプのヘッドセットになってます。無線がいいよって方はね、僕の動画見てみてください。おなじみの、アストロのミックスアンプでございます。ゲーム音とボイスチャットの音量ここで手元で調整できるっていうめちゃくちゃ便利なものになってるんですけど、音質を上げたりとか音質を変えたりとか、いいヘッドセット買うけどアンプ使ってませんよっていう人がいるんですけど、もうそれだとすごいもったいなくて意味がないんですよ。もうそれだと本当音質がこのアンプがあるかどうかでだいぶ変わってくるので、いいヘッドセットとかイヤホン使う人はもうぜひまずね、第一にアストロのこのアンプは第一優先でお願いします。次はマウスキーボードですね。コントローラーでゲームはプレイしてるんですけど、マウスキーボードで揃えております。で、白ですね。で、こちら G304 で、僕はいろいろ無線のマウスあるんですけど、G プロとかもあるかな。でも個人的にはこっちの方が好きです。全然長持ちなんで、僕は充電式より実はこっちの電池タイプの304が好きだったりします。で、こちらは P913 の TKL 点キーレスのキーボードになってます。何がいいかって、デザインですね。めちゃくちゃかっこいいからこれを選びました。以上です。はい、次こちらの、ストリームカム、ウェブカムですね。僕がいつもその配信で使っているウェブカムになります。
ウェブカメの中でもやっぱ一番画質がいいで最高画質ですし、やっぱりなんかこれ以上のウェブカメ以上の画質を求めるってなると、なんか一眼積んだりとかってなってくるんですけど、まあそのウェブカメの中でもね一番画質が綺麗なのでこちらを使用してます。そしてまあコントローラーですね、これも何回も紹介してますが、僕は Xbox のシリーズ X のコントローラーですね、こちらを使用してます。だいたい白を使っております。まあスティックかな、僕はスティックがすごい滑らかなので、もともと Xbox でプレイしてたっていうのもあるんですけど、スティックはやっぱりね他のコントローラーと比べて僕は滑らかで好きだなと感じてるんで、こちら使用しております。次、モニターです、まあ、モニターはまあ以前紹介したからまあサクッといきますね。こちらメインモニターはデルの、型番忘れましたけどデルの 1440p のモニターを使ってます。これちょっと27インチなんですよね、ちょっと大きめで。でもこっちが24インチの便球のものですね。144か、こっちが 165Hz なんですけど、27にしてもあんまり大きさはそんなに変わらないし、まあプレイしてる時もこっちの方が、まあ、少し大きいんで、まあプレイの感覚は狂わずにちょっと大きめでプレイできるんで、僕は27で 1440p のこのモニターが結構気に入ってます。はい、じゃあ最後、まあ以前も紹介した PC になります。知り合いのイギリス人作ってもらったんで、まあ実質多作ですね、多作 PC になります。でスペックは前回と変わったところは、CPU が Ryzen 5900X に変更して、 GPU が、RTX 3080に変更しました。あと他はね、まあ一緒です、前回1年前と変わらず使っております。まあ、やっぱゲーミングといえば見た目重視だとは僕は思ってるので、こちら使ってます。今日紹介したねこちらのエルガトの商品はクーポンコードで割引になると思うので、ぜひチェックをしてみてください。はい、というわけでどうだったでしょうか、僕のね2021年の、環境紹介でした。まあまたねこうデバイスに関して何か質問とか感想とかありましたら、ぜひコメントの方でよろしくお願いします。またね、今日の動画もチャンネル登録と高評価、この動画良かったと思ったらぜひよろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。